前回がね、まあ、前回という報道ではないんだけど、昨日はね、セリーグかな、セリーグをね、一旦落ち着けました。うん。セリーグの、外国人がいなくなったりとか、トレードとか、現役ドラフトとか、FA はなかったかな。とかはね、セリーグは一旦落ち着かせました。で、パリーグに関しても、だから FA と、FA トレード現役ドラフトは、セパリーグね、共にやったんですけど、パリーグのね、なんか外国人ども、戦力になりそうなね、外国人がまだまだいっぱいいるってところで、そこの部分のね、調整をしようかなと思います。で、今日迎えるにあたってね、改めてプロスピ君を、プロスピ君を補充してきたんで、なんとか足りるんじゃないかなと、思います。まあ、オリックスまでやったのかな？うん、多分オリックスまでやった感じかな？だったから、そうね、マスターカもやったし、森友も移籍させてるし、一旦はいいかな。投手はいないか。投手はとりあえずいない。基本的に外国人。自由契約になったような選手はね、あんまり能力高くなかったりもするんで、まあ自動でやらせてもね、自動でやらせても、まああんま戦力ならないかなと、いうことで、基本的にはね、ちょっと厄介な外国人選手を、自由契約にできればいいかなと、思ってるぐらいなんで、ロッテもいいな。ロッテもいいわ。マーティン・レアードがなんだかんだいなくなってるから。ちょうどいいわ。で、楽天か。ブセニッツがいないんで、ピッチャー変えといて、あ、てか、ロッテあれだ。ロッテあれだ。CC とポランコ入れないと。これか。CC メルセデスを、ロッテ入れます。これ、プロスピックもお返しして、で、あと、ポランコか。あ、ポランコいいね。ポランコもちょっとお返ししようかな。一応ホームランを取ったからな。ポランコもだからちょっと強化しないとな。今シーズン自由契約になった選手はね。まあ一旦置いといて。っていうかまあ自由契約はね、基本的には脳幹でいこうかなと、思ってるんで、まあ千賀をメジャーに送りますと。千賀をメジャーに送ります。ガルビスはいるから、ミネもいるな。ポンセはいるよね。ポンセだけか。ポンセ、あれ、ロドリゲスもか。ロドリゲスは、ポンセとロドリゲス。なんで、移動席させといて、噂は、ヒロミ、スケンヤ、加藤、ポンセ、根本。うん。あ、まあ、ジャスティスもちょっと1段階ぐらい強化するか。あれ、アルカンタラいなかったっけ？アルカンタラいないか。じゃあ、変えといて、ワンボールがややこしいんだよな。自由契約なって、育成なって、育成から帰ってきたからな。すごいややこしいんだよな。まあ、ワンボールはいいでしょう。うん、ワンボールはいいです。特に。エースは残ってると。あとが、スミスいないだろう。いないな。OK。あれ、山川がどうしようかな。山川がちょっとな。山川困るな。オグレディはいない。ジャンセン。オグレディでもジャンセンもいないわ。あ、でもこんなもんか。あ、いいじゃん、いいじゃん。OK。で、あとは厳正だね。ちょっと成績を見て、見た上でね、ちょっと。やろうかなと思います。なんか抜けてんな。スワレスいないじゃん。まあ、もう一回見るか。コールもいないんじゃん。コールもいないな。あれ、意外と見落としてんな。あ、キブレハンはいないんだ。あ、キブレハンって去年か。あれ、キブレハンもいないんで、じゃあキブレハンも外そう。巨人もやったもんな。あ、まあ、あとはいいか。じゃあ、あとちょっと微調整しよう。まあ、基本的にはね、まあ、消去法的に上げられればなと思うんで、一応成績見ながらね。まあ、高梨か。強いて言えば。強いて言えば高梨かな。めっちゃ中継ぎ熱いけど。まあまあ、ちょっと覚醒もさせましょう。丸山イルは出てるな。じゃあ、ノリチカにしよう。
いや、もう微調整はいいかな。もうコンピューターが自動で変えてくれることを願おう。うん。このやつはちょっと切れないから、こんなもんにしとこう。牧山良くて、まあ、石は上がるよな、間違いなく。石は上がってくんだよな。西君も投げて石順位も、まあ、なんかヤギだな。ヤギなっちゃうな。ヤギやん。じゃあヤギやん。もう。で、村上入れないといけねえもんな。なっちゃう、ヤギ？まあでも勝手に上がってくることもあるだろうからな。まあさすがにでもハマチよりは石井か？いや、まあ、泳もでもな、泳も良かったっぽいしな。弱さもこっちほぼ投げられなかったから、切り式なっちゃうな。石井純也が、ああまあ、普通でも先発もやってるか。じゃあこれでいいか。うん。いいんじゃないでしょうか。右京と段になっちゃうな。森下くんもいないか、森下くんもいないから、右京と段になっちゃうな。右京と段にして、まあまあ、こんなもんか。で、中野が、木浪中野の逆だもんな。木浪中野逆で、ファースト大山だよな。あ、だからレフトがいなくなっちゃうのか。まあ、オーダーランでいいか。で、1番地下、2番中野、3番森、その森下くんだもんな。4番大山、5番ノイジ。いないなぁ。どうしよっか。コンピューター勝手にやるだろう。うん。あとコンピューター任せにしよう。じゃあやっぱ切りねえからもうこれでいこう。菅野も出てないしな、正確には。後半帰ってきたけど。逆に赤星が頑張ってんじゃなかったかな。あんま投げてないな。まあ、いおりも投げてるなぁ。ああ、まあ結構強化いるかもなぁ。で、ざっくり、ああ、でも秋広は上がるなぁ。秋広は上がるよ。まあ、中地でいいか。で、5番キロだった記憶があるんだよな。まあ、こんなんでいいだろう。じゃあ、今年頑張りました。探すのめんどいな。少なくとも大道は今年頑張ってるな。大道と、大瀬良、森下、キュン、床田、栗、アレン。なんか表ローテ、裏ローテ、綺麗にしてた気もすんな。これでいっか。あ、スイカね。あ、スイカね、いいじゃん。もうスイカね、行こう。で、ちょっとまあ適正合わせるか。適正合わせて、ちょっと打順は知らないな。さすがに打順は知らないんで、まあコンピューターがうまいことやってくれることを願いましょう。うん。あ、まあ一旦こんなもんか。ちょっとざっくりでいいわ。うん。ざっくりでいいです。野手が変わるんだもんな、いっぱい。まだいいのか、ブロスピが。誰がやんの、セカンド。おい。誰がやるんだよ。ドラゴンズのセカンド。なあ。福田とかにしよっか。よし。で、ベイスターズが、ベイスターズが、うん、帰ろうとがいないな。いや、一旦これで。で、キャッチャーが飛ばしたらいいか、とりあえず。ああ、まあでもこんなもんか。言うてこんなもんな気がするな。まあいいや、こんなもんでいきましょう。で、打順はもういいわ。あれ、打順はもうやってくる。あれかな、ここで打順決めないと。あれか。キャッチャー強打なってんな。キャッチャー強打やん。え？キャッチャー強打？キャッチャー強打やめとけよ。と、強打行くか。あ、言うてまあでも。あ、だから関根、ああ、関根か。関根。山田入れたいもんね。山岡、
宗一郎。ああ、投げてるな。阿部もでも、投げてるよな。山本、宮城、幸也、田島、東、シュンペーター。おー。おー。ワゲスパックですか。さすがにな。もう中川と杉本とちゃうだもんな。成績だけ見たら。あ、じゃあまあこれでいいか。OK。あ、ロッテはもうわかるな。石川はまずいないでしょ。ダネンシが帰ってきて、二木もまず行方不明でしょ。で、メルセデスが帰ってきて、もうフォノも行方不明だったんだよな。あ、西野も帰ってきたな。で、あ、誰かな。あ、でも沢村がいないのか。あ、じゃあ沢村入れてこようか。あ、でもメジャー選手はでもあれなんだ。今回のプロスピって、当時の一番強かった時になっちゃうのか。しゃあないな。じゃあしゃあないな、これは。おお、これはしゃあないね。うん、ああ、でもなんか見慣れてるわ。同期。あ、なんか強そうだな、普通に。リマメルセース。あ、こんな感じじゃないか。同期、小島、手内、リマメルセース、西野。いいじゃない?これこれ。で、高部行方不明だったんだよな。そっか。高部行方不明困るな。ああ、まあまあ、こんな感じか。ああ、いいじゃん、いいじゃん。ぽいぽい。楽天見るか。いや、ロッテファンだな、ちゃんと。ちゃんとロッテファンってことが分かってよかった。ロッテだけ誰も見なかったから。いや、でもこんなもんだよな。ちゃ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 。曲げとくか。まあ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 、こんなもんでしょ。 OK、まあ、早川君の序列がもっと上がってもいいかもしれない、知れないけど、まあまあまあ、あー、まあだからここでいいか。1番小郷、1番辰巳だ。1番辰巳に4番、あー、5番いないな。フランコいないからな、この世界線は。あー、なるほどね。あー、まあ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 。まあまあでしょ。藤井は先発に転向したもんな、確か。できないやんけ。できねえやん。として、踏み丸でしょ?で、ジュニアも今年頑張ってたから、でバンドゥが中継ぎかな?中継ぎだよな。ああ、まあ確かにこうやって見るとやっぱ線が抜けたんでかいな。回しか出てないな。本当に回しか出てないわ。明石とかいるやん。ああ、でもいいじゃん。ああ、なんかぽい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 わ。あ、牧さんは確かセンターか。だからこんちゃん、まあまあまあほぼこんなもんだろう。順番、ああ違う違う違う、順番だけ、順番柄だけで、まあこんな感じだろう。ジャスティスが、ジャス上がってきて、これジャスからやっぱ目立ってくれないと、さすがに覚えてないな。あ、もうポンセあんま強くないし、ポンセ、しとくか。で、まあ、杉浦先発かしとくか。ヤッシュも結構変わってたんだよな、確か。あ、でも、マルちゃんいるじゃん。マルちゃんいるから。あ、マルちゃんまだ入れてきさせねえわ。マルちゃん。オッケー。よかったな、ファイターズ。心強いぜ、これは。ああ、まあ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 、ぽいぽいぽい。あ、でも、ジェームズ出てないわ。ジェームズ出てないから。あ、でも、結構強そうじゃん。結構強そうじゃん。
いいね、いいね。そう、田村も投げてたもんな。そうだよな。まあ、平買えばかな。先発切ればな。いやーまあでもトントンすぎるな。まあ、もんか。若余ってんのかな。余ってないか。じゃあこんなもんか。で、キャッチャーがいなくなったのか。そっか。若林しも出てんな。まあ、順次にしよっか。こんなもんか。多分結構出てない選手いっぱいいるけど、まあ、結構弱いな。ああ、結構、1番相手にしよっか、じゃあ。3番友崎かな。結構弱いかもな。ああ、なるほどね。ああ、セーブ結構やばいかもな。オッケーオッケー。これ一旦できたんじゃないかな。まあ、こんなもんでしょう。うん。とりあえず、まあ、次回、覚醒編かな。まあ、覚醒もなんだかんだ時間かかりそうだから、次回まで準備編かもな。はい。みたいな感じです。終わります。お疲れ様でした。